はい、2038年。これは交渉人の方のアンドロイドやな。AM9 時。アマンダを見つける。アマンダ。アマンダ。あれちゃうの、アマンダって。ちゃうかな。すごいあれやね、髪の毛、頭のてっぺんだけちょっと色ちゃうねんな、こいつ。いいね。こんにちは、アマンダ。こんにちは、アマンダ。コーナー、会いたかったわ。お、知り合いか。よく変異体を見つけてくれましたね。操作でも優れた能力を発揮したとか。でも変異体とは不安定なもの、もっと用心すべきでしたね。話を引き出せると思ったんですが、急に下がったぞ。判断エラーでした。まあいいでしょう。今後はくれぐれも油断しないよ。まあ自白させずにそのままメモリを見てしまったっていう感じかな。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？死んでるからな俺。変異体はどう思いました？精神的ショックを受けてる感じだったよね。所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。アンダーソンね。彼をどう思います？興味をそそられる。うん、興味そそられる、ね、彼は短気で気難しい人物です。はい。だが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？有効的に適応する、無視する、まだわからない。まあ、適応するんでしょう。彼の性格に適応します。操作の利益を考えると、なんで下がんの？彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベストでしょう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。急ぎなさい、時間がないわ。このコナーって変異体にならへんのかな。アンダーソン警部補を見つける。ハンク中立。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。はい。ああ。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。アンダーソン警部補のデスクを見つける。北極圏での緊張は高まっており、昨夜の実戦が衝突したと。おお、意外と狭い。お、デスクについて聞く。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。でかい。アンドロイドはなんかそんなおらんってか、あそこにめっちゃ整列してるし、1番から12番まで。ん？これじゃなかったっけ？アンダーソン。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。なるほど。
飲んでるから座る。こんな座ってええんか。アンダーソン警部補の情報を集める。電話をかける。分析しよう。めっちゃ手がかりある。手がかりというか、反アンドロイドのスローガン。アンドロイドではなく頭を使え。アンドロイドフリーの環境へ。ハンク、魔装っぽいけどね。すごい帽子や。デトロイト野球帽。野球好きなんかな、デトロイト。マッチ、ジミの場。デトロイト市警レッドアイスの売人ネットワークを摘発。へえ。そして警部、デトロイト市警最年少の警部補に。ほう。近年まれに見るデトロイト市警の敏腕刑事で注目を集めた事件を多数解決に導き、デトロイト市警の要として活躍。すでに未来の所長になる人物と囁かれている。ほう。デトロイトで新たにレッドアイスの番人。まあものすごいあれやってんね、敏腕な感じやね。そしてその時のレッドアイス、だから2038年やから今10年前ってことか。ほう。毛、犬の毛、セントバーナード。ピザや、ピザ。ドーナッツか。これドーナッツなん？めっちゃピザやと思った。イロハモミジ、アジア。へぇ、なんかこういう趣味も持ってんねんな。冷えたコーヒー、カフェインの痕跡。コーヒーか、冷えたコーヒーか。オッケー、分析完了。賞を授与された警官だった。まあ昔は来たよ。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。え？話聞きに行こうや。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。多いね。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴が山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、
お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。アンドロイドめっちゃ嫌いやん。チームに加われて光栄です。必ずや最善を尽くして。出るときドアを閉めてってくれ。選ぶ速度早いよ。では失礼します警部。急にあんな友好的な態度取られたら、そらもうこいつ空気読みやってなるわな。なんか全然あれやな。ちょっとなんかいろいろ進めたいけれども。おい見ろよ、みんな大好きプラスチックデカのお戻りだぜ。昨夜はお見事だったね。ほんと最高。お前が邪魔しなければ何か聞き出せてたのにな。挨拶しよう。どうもリード刑事。お前みたいなのは初めてだ。型番は？いや答えるやろ。RK800 プロトタイプですよ。プロトタイプね。アンドロイドデカだぜ。いつか俺たちに取って代わる。そうなんだろう。おいコーヒー持ってこいよ。さっさとしろ。従うやろ。無事でいたきゃ邪魔はするなよ。あれコーヒーはみたいな。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する世論下がったって与えられたのは今回が初めての。言われてもな。この件に関してサイバーライフに申し込んでみましたが回答は得られませんでした。入ってみる。入れんのかな。人工知能が執筆した。さすがに入れんか。よし戻ろ。よみデトロイトでロボット子育て最三原則、楽な上に家族みんながハッピーに。サイバーライフが子供型アンドロイドを販売した当初。子供型アンドロイド。ああなるほど。子育てね。ハンク。あやべえ、なんかロックしてる。なんもなさそうだな。なんかロックしてんだよな。これ呼んでもしょうがないし、最初にあれか。うわ結構ロックしてんな。ミスったな。なんかないかな。もういいか、話しかけるか。ハンク、理解を示す。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています。それについては申し訳なく思っているんですよ。ポジティブに接しよう。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。
パートナーとか言ってこんなん絶対切れるやろ。デスクどこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。とりあえずさ、ハンクの機嫌をどうにかしたいよね。お、犬バスケットボール、アンドロイド嫌いの理由、ファウラー警部。犬飼ってましたよね。犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる？犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は？関係ないだろう。ですよね。相撲だ。相撲。相撲って呼んでる。相撲。へえ。アンドロイド嫌いの理由。ああ、まあこれ聞きたいよね。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか？ああ、一つあるな。え、下がんの？何それ？何？どういうこと？まあ、バスケットボールかな。デトロイトギアーズのファンですか？昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか？お前がバーに現れるまで見てたんだがな。気まず。ああ、ちょっともうめっちゃ下がっていくやん。出勤時間。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか？俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。ああ、ごめんなさい。いや、もう全部行こうもん。ファウラー警部とは長いんですか？ああ、嫌になるほどな。ほう。まあ、ずっと変異体のやってて目を通したい。縁があるんだろうね。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。はいはい。ハンクのあれが下がるんよな。ちょっとよくわからんねんな。事件ファイル失踪中。結構失踪してんな。首を絞めたとかなんかもう。全ファイルスキャン。おお、めっちゃある。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。理解を示そう。あなたが個人的な問題を抱えているのは理解しています。ですがそのことは割り切って捜査を。おい、もう喋るな。うんざりだ。お前はダチじゃないし、お前の助言も必要ない。もう話されてもさ、どうしたらいいね。毅然とした態度を示す。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。ああ、わかった。いやでもさ、全部怒るくない？あれ全部怒りそうなやつやったけど。
あ、このハンクが激怒するまではもうあれなんやね。おなじみみたいな感じなんか。で、ハンクが手がかりを得た。下は何なんやろ、ちょっとわからんな。はい、ということでハンクのちょっと機嫌取りがねきつい、怖い、ハンク怖いねんけど、まあちょっとこのコナーの方の話はすごい面白そうやから、まだまだ続けていきたいと思います。はい、でここまでで終わりにしたいと思います。次回もお楽しみに。はい、じゃあねー。